札差しは、江戸時代に、幕府から、旗本、御家人に支給される米の仲介を行としたもの。浅草の蔵前に店を出し、米の受け取り、運搬、売却による手数料を取るほか、蔵前を担保に氷菓子を行い大きな利益を得た。札差しの、札とは、米の支給手形のことで、蔵前が支給される際に、それを竹串に挟んで、 三倉役所の入り口にある藁川に刺して順番待ちをしていたことから札差しと呼ばれるようになった。旗本、御家人たち倉舞鳥は三倉役所から米の支給の呼び出しがあるまで浅草三倉の前で茶や団子を売っていた水茶屋やいつも米を売り払っている米問屋の店先などで休んでいた。倉舞の受け取りや換金といった 作業の代理をこれらの店が行うようになったのが、札差しの起源である。元来、蔵米取りは、放炉米支給日に自ら浅草のオクに出頭し、蔵米を受け取り、米問屋に売却したものであるが、それらの面倒な手続きを、札差しが代行してくれたのである。そのため、札差しから借金をする必要がないものも蔵米の受け取りと売却だけを依頼することが多かった。 彼らは、倉舞支給日が近づくと、得意先の旗元、ご家人の屋敷を回って、それぞれ手形を預かっておき、三倉から米が渡されると、食用の米を除いて、残りの米を当日の米相場で現金化し、手数料を差し引いて、現金と米を書く屋敷に届けてやるのである。この場合、客である、倉前取鳥の武士たちを殺弾なと呼び、旗元、ご家人は、 札差しのことを、米蔵にある家という意味で蔵宿と呼んでいた。札差しは、御家人が幕府から渡される米を受け取り運搬する仕事が本業であった。札差しが旗本、御家人の代わりに、俸禄米を受け取る手数料を札差し料といい、蔵米100票につき金1分であった。また、これを米問屋に売却する手数料を売り側と言って、同じく100票で、 金二分と定められていた。札差しの本業たる、手数料の儲けは、蔵米百票の受領と売却につき、合計金三分となる。ただし、米の運搬等にかかる費用は、札差しの負担であった。しかし、そのうち蔵米の受け取りを代行するだけではなく、旗本や御家人に蔵米を提当にして金を、用立てるという金融業務が、札差しの重要な役割となっていった。 金に困った武士は自分の蔵宿である札差しに次回支給される蔵米の受領、売却を依頼すると確約し、借金をする。札差しは蔵米の支給日に売却した現金から手数料と右の借金の元利を差し引き、その残りを武家の屋敷に届けるのである。札差しはこうした殺旦那を何人も持つことによって米問屋としての性格の他に、 金融業者としても次第に力を持つようになっていった。共法8年に浅草倉前の札差し109人が南町奉行の大岡越前守る5番所に株仲間結成を願い出て吟味を受け、さらによく共謀9年5月、ほぼ認可の見通しを得て、さらに5カ条からなる願書を109人の連章を持って提出した。その願書から約2ヶ月後に、 札差し株仲間は公居された。これ以後、株仲間による独占営業となり、それ以外のものが新規に札差しとなることはできなくなった。ここに成立した109名の札差し株仲間は、主として、茅町、河原町、福井町、旗子町、天皇町、蔵前片町、森田町、大森院門前、猿屋町に店があった。これらを五蔵前編町組。 森田町組、天皇町組の3組に分け、札差し3組と呼び、それぞれ31名47名31名が、属した。各組から月番で、行事5名ずつが出て、毎月の淵米、春夏冬の3期に支給される、俸禄米、幕府の財政上の支出米などについて、蔵米米相場を調べて、店の前に張り出して工事することが義務付けられた。 株仲間起立当時の札差しは、後年営業権である株を上として廃業したり、欠落や処罰により、株式を幕府に召し上げられたりしたものもある。一方、野豪、名前をそのまま長く継続した札差しは、仲間内で起立人として、最も重んぜられた家柄となった。法定利息も決められ、これから、年一割半より高利貸しなし申すマジック校、それ以下は、相対次第つまり、 年利15%と定められた。札差したちは、共放9年5月の願書で、従来の年利率が25%であったのを20、20%に下げると申し出たばかりであったが、さらに5%を下回る利率を押し付けられたのである。しかし9月に入って、総札差し連盟で願書が提出された。組合結成時には、年利15%で受賞を提出したが、 その法定利率を上乗せして欲しいという趣旨である。なぜなら、札差しは全て自前の資金で金貸しをしていたわけではなく、定理になってしまった結果、出資者がより高い利息を求めて、庶民向けの小売の金融に流れてしまい、貸し金調達が難しくなり、御家人の希望通りの金融ができなくなってきたというのである。これにより、当時の担当部業だった、 大岡越前守田助は年1割半以下について相対次第としていたのを同じ相対でも少々高くしても認めるとしたのであった。年1割半より高利には行付けられがたくこう。しかしながらこの上少々の儀は借主と相対次第にするべき、翌月28日にはこのような受け書を総札差し連員で提出した。 これにより札差し株仲間結成以後の倉前担保の札差し貸金利子は公定の15%に上乗せされ年利18%となった。その後還元2年の冬切り前から公定の15%に相対次第としてプラス3%の助成料を受け取ることが正式に認められ以後合計18%の年利は完成改革まで続く。札差しの株は 文字通り占領株であったと言われる。もともと109人を限る五面株とされ、欠落人が出たりして、き株ができると、はじめは町奉行所が株を召し上げて管理したが、後株仲間で持つこととなって、新規開転希望者に分与することが可能となった。また、転配業する者が新規希望者に株を売り渡すことも行われるようになり、札差事業が大いに反映するとともに、 株価も高騰した。しかし株仲間としては、札差事業が次第に、子祖性の全く知れない者たちに拡散していくのを恐れており、株を譲渡する先を、仲間内の兄弟や子供、長年札差しの家に奉公してきた者など、信頼できる身内に限り、しかも住所を蔵前にするよう申し合わせていた。また、札差しの株を得た者は、109人であったが、常に、 その全員が営業していたのではない。これは当初のみならず、幕末までそうだったが、伊勢や、板倉や、泉屋など、同じ屋号の多かったのは、最初に一人で、いくつかの株を持っていて、後には、弟とか次男とかあるいは長年勤務した、使用人に分け与えたからである。名は天明期、いわゆる田沼時代最盛期が、札差し業大繁栄の頃と目され、18代通。 などの話題が騒がれた時期である。札差し株は占領株を謳われている頃であるが、株の売買上渡の回数は多い。最も景気の良いと思われていた、大通人の大口や自閉が、伊勢や他兵に株を譲り廃業するのも明和4年11月である。安永7年、奥円金を禁止した時、109人から79人に、減じたこともあったが、 その後再び増え始め、完成期の期限令発布時には、札差しは96組であった。その後の札差し株の変動は、完成共和の14年間はほぼ1年に1株で、札差し業者の数は少なくとも表面上96人から減っていない。札差し株の価格も4から500両に下落したと言われるが、株の譲渡率も上昇したわけではなく、 廃業者属出ということも事実ではない。この後、文化、文政の江戸文化再生期は、さらに札差し株は移動が少なく、期限令が発布されて、以後、全体的に札差し株の移動頻度は、それ以前より、むしろ前減していた。札差し株仲間も天保年間に発令された、株仲間の解散令の例外ではなく、この時より希望者は誰でも札差し業を開くことが、 できるようになったが、実際には、新規開業者は、現れず、家営4年株仲間が再興されても、江戸札差しの顔ぶれはほとんど、変わりなかった。このように、世の移り変わりと幕府の姿勢により、繁栄を誇っていた、倉前の札差しも次第に推備し、札差し株も幕末には250から300両にまで、下落した。旗本、ご家人に多年にわたり、金融を続け、 多額の利潤を得た札差しは、次第に武士に対し無礼な態度を取るようになっていった。借金を申し込んできた、旗本らを2階の狭い部屋に通し、長い間待たせておいて、応対は手代たちに任せる。直接会いたいと言っても、病気や外出中等と理由をつけて面会せず、自分は日夜、有興にふけっていた。また、天命から、完成の頃になると、娘を、 おゆずる様女房を、ご心臓様と本来ならぶっが使う呼び方で、呼ばせるようになった。札差し株仲間結成後、月番で行事の役が回ってきた時、浅草三倉の中の口という詰め所に出資して、三倉の米切手の出入りの取り扱いを行った。この月番行事には、札差し自身が出向いていたが、それ以外の業務はすべて手代に任せ、 儲けた金銀を使い捨てることを常とするとまで言われた。この月番行事でさえ、当初は手代に任せていたのだが、完成の改革時にそのことを咎められ自ら出資する、ことと決められた。詰め所においても、用向きは手代に取り扱わせて、自身は弁当代に1ヶ月100両使い、他の月番の者たちと江戸中の有名店の珍味を取り寄せ、有利で遊ぶことを語り合い、 退屈紛れに、掛け小屋、掛け将棋をし、小判を並べて、爆撃をすることまであったという。当時、芝居小屋や吉原に出入りしては、息を競い、合流を行った町人を通人と呼んだが、中でも、十八大数と呼ばれた人々がおり、その多くは、札差し連中であった。歌舞伎の演目、スケロクのモデルとも言われている大口や赤月湯などが有名である。 旗本御家人は、年を減るごとに、札差しからの借金がかさみ、翌年、翌々年の蔵前までも、担保として抑えられ、それらの借金を返済するあては、全くなくなっていくようになる。そうなると、札差しの側も新たな融資には、なかなか応じなくなる。そこで、腕の立つ老人や、役座者を一時的に家来として雇い、これを、札差しの店に差し向けて、 強引に金を借り出そうとする。この、札差しゆすり専門家を、倉屋都市または単に宿しと称した。完成の改革の際に、札差しの貸し金司法が改正された後には、旗本、御家人の隠居や指定が倉屋都となることも多くなった。完成7年、札差しの訴えにより上部業所の役人が巡回し、悪質な倉屋都十数名を捉えて、十追放以下の刑に処したが、 倉宿氏は後を絶たなかった。これに対し、札差しの方でも、やはり腕っぷしの強い勇み、肌の若者を手代として雇って倉宿氏に対抗させ、反対に脅して引き取らせてしまうようにした。これを対談法という。対談方の中には一人で50から200両もの、給金を受け取る者もいた。また、腕が立ち、借金をめぐって、暴力沙汰になっても、 逆に相手を容易にねじ伏せてしまうほどのものだったという。札差しからの借金で首の回らなくなった旗本、ご家人は他にも借金の担保に入っている切り前を札差しが受け取る前に直接受け取ってしまい自分のものとしてしまうこともあった。これを直取りまたは直差という。借金は帳消しにはならないが、これでとりあえず収入は確保できることになる。 ここでも、また、自家取りを代わって請け負う浪人者などが現れた。明は3年に札差しは幕府に訴え、3年後に、ようやく直取りの全面禁止が認められることとなった。この手が使えなくなると御家人は、転職といって、付き合いのある札差しを変えることを始めた。しかし、転職は、前の札差しの借金を生産しないとできないため、ここでも、 札差しとの交渉のため倉宿市を雇うことがあった。札差しは旗本、御家人に対する貸付金の利息を年15%から18%に抑えられたが、様々な方法で多くの利益を得ていた。第一が億印金で、これは自分名義で金融するならば規定通りの利子しか得られないが、貸すべき資金が不足だと言って架空の名前の金種を作り、自分は その保証人となって、借金証文に奥印を押してやるという方法である。こうすれば、札差しと旗本の貸借関係ではないから、年利15%から18%という規定に縛られずに済む。第二に、自分が金元の中立ちをしてやり、保証員まで押してやったことを恩に着せて、礼金を取る。これが通常、貸金額の一二割である。 しかも利子と共に先引きするのが一般であった。返済期日は通常時期の放牧前支給日であるが、奥円金の場合は金種の都合があるからといって、支給前のなるべく旗本が苦しい頃を見込んでおく。したがってほとんど返済が不可能になる。すると、札差しは再びオンに着せて、元利合計を新しい元金として借金証文を書き換えてしまう。その際、 旧正門期間の最後の月を新正門の最初の月に組み込んでしまうことも行われた。つまり、その月については1ヶ月分の利子を二重に取るのである。当時の金利計算は1日単位ではなく月単位で行われており、借りた日が何日であろうと1ヶ月分の利息を取っていた。お定めの金利は年利計算で1割5分だが、それを月単位で計算するのである。 これをき踊りと言い、札差しのみならず、当時の江戸の小氷貸し業者たちも同様の手口を使っていた。しかもその証文の書き換えごとに、改めて貸金額の1、2割の礼金を取ったのである。完成改革時に期限令を格索していた頃、町奉行所で密かに札差しの営業調査をしてみたところ、当時は自己資金だけの営業者が少なく、経営の上の分に入る札差しは、 数人という報告を得たという、奥印金として貸し付けていた金は、実際には他人の金であった場合が多かったのである。その金主は裕福な商人や中世から続くくげや寺院であった。しかし自前の資金や町人からの金を貸すときも、くげや寺院から名目だけを借りたのである。このような金を名目金という、 旗本御家人が名目金を借りられるように仕組み、札差しはその保証をして手数料を取っていたのである。三田村遠魚は倒れや腐れができた時はそれを禁止の方へ押し付けてしまうと書いており、当時貸し倒れで泣いたのはお金を出した禁止だったらしい。つまり貸借契約はあくまで禁止と債務者の関係であって、それを取り継ぐ札差しは都合よく、 高戦を稼いでいたのであった。札差しの中には追徴米の横領も行う者もいた。地方から年貢米として運ばれてきた米俵を、くず米が混入した、不良米として蔵役人が納入する農民を脅すことがあった。せっかく運んできたので、なんとかなる、よう愛願すると、蔵役人は、札差しと相談しろという。農民が札差しに相談すると、札差しは、 倉役人と談合し、2割引きで収めるよう話が決まったとして、一応納入させた。その後に2割の追徴前が来ると、これを札差しと倉役人が接班して、懐に入れるという手段である。安永7年7月18日に町奉行所の命で、行われた株仲間の組織改編で、天皇町森田町、片町の3組を3町とも30人ずつとし、 一朝六組に分けて各組五人とし、そのうち一人、内市二人を、活行事とした。さらに、各町三十人の上に、町奉行が指名する組役を二人ずつ置くと決められた。組織の細分化にあたり、組みえの申し渡しの第一項に、皇帝の利子率を守り、高利礼金や、奥印金の禁止。第二項では所役向き務め方を、札差し主人自身が務め、 武家大使不作法の儀これなきようという文言がある。この改変の目的は札差しによる搾取や武家に対する無礼を抑止することだったのである。組織を改変して約3ヶ月後の10月、仲間億円金のせいが発足する。これは実際に金融資金に不足している札差しが仲間内で融通し合う方法である。規定以上の小利で貸し付ける億円金を現金したため、 帰って札差しから十分な金融が得られなくなったり、あるいは札差しに旗本、御家人への金融拒否の口実を与えたりしないための制度であった。その貸し付け仕方によると、仲間奥円金は、札旦内の金融額の3割に留め、7割以上は自己資金たること、年利15%で融通を受け、札旦内は規定の18%で貸し付けることなどとなっている。 この行事による取締役制度は天米7年に廃止されたが、3丁組、各6組1組5人編成は、幕末までほぼ同じであった。完成の改革の一環として出された、紀元令は、札差し、御家人たちの札差しからの借金を、発布された1789年より6年以前までの分は、長消し、5年以内の分は利子を、 これまでの年利18%から3分の1の年利6%に下げ、永年付とするという法令である。また、資金不足に陥った札差したちのために、資金を貸し下げる猿屋町お貸付金会所の設立についても、この時に決められた。これにより、当時の96件の札差したちは平均して1万両以上の再建放棄を強いられることとなり、中には、 経営ができなくなり、閉店同様になる店もあった。当初、借金を棒引きにしてもらった武士たちは、老中、松平定信に感謝していたが、札差し側からの一政治めかしにより生活が困窮し、逆に幕府の政策を恨むようになった。紀元令で、札差し借金の棒引きを命じてから53年、火星期を経て、札差しは再び流星し旗本、 ご家人たちの借金は完成の頃と同じかそれ以上に増大していた。店舗の改革における株仲間解散の約半年後の店舗を13年8月、当時の札差し91人は連名して自ら貸金の工程利率年12%を10%に下げたいと願い出た。この願いでは容認されたが、町奉行所から 個別に年譜などに契約公開した借金などは無利子、永年譜などにして、蔵舞取りの武士が差し支えないように取り計らうように、という注文を受けることになってしまった。さらに、翌14年5月には、地方事業の旗本、ご家人が年譜を担保に前借りしている公的金融機関、軍大貸付金の借金を、半分期延、半分無利子、年譜、 大幅に軽減する、お触れが出された。札差しとしては、地方事業者が受けたと同じような有利な措置を、蔵舞取りの旗本、御家人に対して考慮しなければ、不公平と非難されるため、同年9月に、札差したちは、また自らの司法改正を願い出る。それは、6年前までの貸し付けで、すでに個別に皇帝の利子より安く死年譜などにしている、分は無利子とし、 事業100票につき5票ずつの返済とする。5年前以後の貸付についても軽減するという内容である。これらの申し出は、札差しから幕府に対する標準の意であり、自分たちの家業を改革の矛先からそらすための申し出であったが、天保14年12月14日に発令された無利子年譜返済令は、これまでの未払いの再建をすべて無利子とし、 元金の返済は原則として20年付とするという厳しいものであった。この法令の発布後、札差しの半数以上にあたる49件が閉店してしまった。幕府はこれに対し、札差しに2万両の資金貸し下げをし、当時の有力な札差したちに仲間内に融資を図るよう悟し、雇用達商人15人に新たに札差しを開業するよう命じた。 閉店を宣言した49件の札差しのうち38件が再開店したが新規に開業したものは5人にとどまった。店舗の改革の後も旗本、御家人の札差しに対する借金は増え続けた。そんな折、店舗の無理思年プレイから20年後の分久2年冬、旗本、御家人の未召喚の債務を 年利10%から7%に下げ、返済は金額に応じて10年20年と年譜にする、安都市、年譜済み手法が発布された。ただし、この当時、借財の増えた旗本、御家人からは、ある限度以上の召喚はほとんど行われにくくなっていたことから、札差しの動揺もさほどではなく、逆に旗本らの中にはかえって負担が増大するものも、あった。 安都市年府返済令から5年後の慶応3年の大政奉還とそれに続く母親戦争を経て、徳川幕府は倒れた。廃藩置県後の出力処分により、旗本、御家人は過力を失い、新政府は、幕臣の負債は引き受けなかった。札差しは、貸し倒れとなり、顧客を失って廃業した。明治元年12月、浅草蔵前の一帯は大火に襲われ、 札差しの家々はこれを機にほとんど没落してしまったという。維新以後、近代的な資本として生まれ変わった店は、極めて少なく、またかつての札差しのような繁栄も見られなかった。江戸の札差し株仲間が成立した、教皇9年、公衆が新たに幕府領に編入され、9月には270名の、交付金版支配が主に小普請組の旗元、御家人によって編成され、 甲府に派遣された。金番市のうち40名が、軽拝ながら倉舞取りであり、その六高合計は1万国であった。少人数かつ少額であるが、これまで、江戸札差しに蔵宿を依頼してきた、金番氏もおり、甲府で立ち前に支度金を用立てた者もいた。そのため8月中より、甲府在金者への札差し業を開きたい旨、江戸札差しから願い出ていた。 12月に提出された江戸札差し5人の願書には交付承認8人が札差し業を希望していたとあり同年末に交付承認7人による交付札差し仲間が任居された札差し業売り側共に100票につき金2分ずつ貸付利子は年利1割5分から2割と決められたただし札差事業を彼らが独占できたわけではなく人数の変動は 江戸の札差し以上に大きかった。ありがとうございます。